ズルフィア・チンシャンロは、カザフスタンの重量上げ選手。中華人民共和国出身であり、中国名は、チョーツネレー。重量上げ女子 53kg 級クリーンジャークの世界記録保持者であった。中国湖南省英州指導権出身の海賊。女子重量上げ選手としての才能を見込まれ、中国の狼育成計画の一環として、2007年、 14歳の時に水見南省重量上げ管理センターよりカザフスタンへマヤマネザと共に渡らされるカザフスタンに帰化し世界選手権など各大会に出場2009年の世界選手権 53kg 級で初優勝カザフスタンの切手になったチンシャンロ2012年のロンドンオリンピックでは女子ウェイトリフティング 53kg 級で オリンピック記録を塗り替えて金メダルを獲得する。IOC の登録ではカザフスタンのアルマトイ出身とされ、ロンドン滞在中には中国語が話せないふりをしていたが、同大会後に自身の出自が中国であることを明かし、同年10月契約が切れたという理由で中国国籍を再取得を希望した。中国の狼育成計画を報じたメディアによると、 契約期間は2007年9月20日から2012年9月15日までの5年間だったとされる。しかし、カザフスタン側は、チンシャンドの国籍離脱を許さず、中国側も積極的ではなかったため、中国国籍復帰は実現しなかった。2016年6月、ロンドンオリンピックでのドーピングテストで使用された検体から禁止薬物が検出されたため、 同大会で獲得した金メダルを剥奪された。2021年の東京オリンピックでサイドカザフスタン代表に選出。なお、この時もアルマトイ出身とされた。女子ウェイトリフティング 55kg 級に出場し、銅メダルを獲得した。超常例に関するカテゴリー。ありがとうございます。